クム3時に動くパソコンじゃないとダメだぞ。当てに行って最後結局よくわかんないままどっか行っちゃってくさ。そうだね、あの自分のあの故郷の人たちというか、ね、偉人の人たちと出会ったけど、それであのここにいるとまたあの視覚者からって言ってどっか行っちゃいましたね。新しいローマ字の方の厚みの方はすごい容姿似てるけど別人だからね。その独特のトークテクニックはどこで身につけましたか？それはメイプルストーリーですよ。あの本当のことを言うと、僕ゆうやくんっていう友達いるんだけど、あの話をするじゃないですか、あのなんかあったようで話をするじゃないですか。でつまんない話すると、お前その話つまんねえから俺以外にすんなよって言うんですね、っていう風に言ってくれるからっていうのもあるかな。つまんない話はつまんないって言ってくれるからね。だから自然とあのつまんない話できなくなるっていうね、ゆうやくんの前で。ミッドレーンだったら、あずみって2種類ありますからね。ノージラスかダリウスかな。ちょっと僕ダリウスリベンジしたいな。さっきダリウスが良かったからね、仲間の相手のか。イマジナリーフレンドじゃないよ、あの空想上の友達ね、それ。知ってますよ僕、そういうアニメありましたからね。あのブルーっていうキャラと失せてくれるやつね。リーシーン、タロンか。どうしようかな。タロンに対して有利取れるチャンピオンでしょ。タロンに対して有利か。タロンに対して有利か。誰がいる。タロンの W がスローあるってことは、で殴り合い強いチャンピオンが、あ、ガレン取られた。最悪ガレンだと思ったのに。ミッドガレン無理ですね。ガレン取られるか。うん、どうしようかな。リーシンも取られてるんですよね。ノーシラスかな。マスタリーは AD でいいや。僕積むの3個くらいですよ。フローのヨウム小手くらいかな。最近ランタンとスギルができているって噂が職場で流れているんですが、ハリー氏さんは何か知っていますか？僕は知りませんね。スギルさんかっこいいですよね、顔はね。イケメンですよね。確かにカウンターだな。監督が忍耐強化村八部だって。こいつ今マリアナ海溝の底の底まで沈んどるやつやん。わらわら。ポテト食べるとうまいっすよ。ビリケンのうちに来たい。ビリケンがないけど、冒険行こうかな。え、ミッドのうち？実況動画で全く動かない人初めて見た。次は余談の団長使えよ。団長スキンあったかな、なんかのキャラで。やっと持ってないけど。買ったんやな。ガレンに今のデスダンス積むと驚くほど硬くなりますよ。一時プロも使ってたでしょ、ミッドのうち。ランタンが実況始めた当初から絡んでるから、そりゃ仲良くなると思います。初手部演奏積もうぜ。スーパーファミコン起動しないけどどうすればいい。もちろん初手ポータルだよね。僕王権かな、好きだからね。和骨でついに顔出したんですね。クッズアップ21000から11のニコ生だぞ。 PUBG か。やばいよな、この前の上手いですよね。感謝が事故は起こるもんだ。で開き直ったカバ行ってから説教してやったわ。王権さっきすまなかったやんけ。カメラ壊れてない、動いてないよ。11行くよ。初手メジャーメジャーはないかな。あんまり僕 AP 好きじゃないんですよ。最初ドラリンもそうなんだよね。これ顔出しっていうか画像出してますけど、これウェブカメラじゃないからね。
スキル何がいいのかな。W でいいか。これ W 上げか E 上げどっちの方が強いですか。結構殴り合いする。ドラリン重複しなくなったからな。元の少年主人の顔もう忘れてそう。9上げだよ。これでいいや。9ズゴックかな。フルアップアップならいい。アスなら笑。連戦だったらいいなのかな。サポートだったらハイから多分だけど、ダブルドラリンの後はドラスタイですよ。今来たんですけど、あと何戦やってくれますか。これ含めて2戦かな。そうですね。ダブル上げすると恩恵あるからね。漫画が違いますよ。うん、これ AD マッサージですよ。いいがアップデートでしょ。松崎しげるスキンとかあったっけ。まなのになんでそんなピングインですか。クジラ何色のスキン。これイグナイトかな。あいつアワーだぞ。どうしよう、これ勝てない気がしてきた。弱わら。もう勝てない気がしてきた。夏休みどっか行きますか。行きませんよ。負けそうじゃん。無理やな。熱しすぎてくさ。レボルさんが特黒画像いいねしたけど、黒ギャルじゃなかったからすぐに5いいねだとカウントされたの好きだった。レベル2になった時に負けますね。そうだね。なんかレベル2が想像強いんだよね、このキャラね。だろうね。いや本当はガレンがしたかったんですよ。本当はね。助かってはないと思うよ。相当被害を受けてると思うけどな。もう勝てますね、ジャングルクレバー。俺が増員目で盛り上がるの平和で好き。俺らのおかげじゃん。金もらおうぜ。どうやったら勝てるんだ。あれ結構もう見てればわかりますよ。ナイフ投げられてるだけで好きじゃん。まあそうですね。俺もプロギャル好きになろう。エジプトエジプト吸血鬼倒してきたって本当ですか。ヘルプピンだぜ。出した方がいいね。おはようハリーシー。はい、おはようございます。インターバル中は合図を黒塗りして興奮してるってマジ。お、もうだいぶ。ほらね、ほら、わかります。こういうことですよ。ガスは、こういうことですね。わかりました。ハゲてますか。なかった。ハゲるなら借りますよ。おあぶねえ。アップな、わら、うつやめろ。今のはケースじゃなくないですか。何でもケースにするからな。いや、ここまで読んでましたよ、うん、それでキル取れると思ってるんだろうと思ってましたからね、タロに対してね、うん、若月みたいなこと思ってましたよ、僕は。いい感じですね。相手が甘えたかな、ちょっと。全然大丈夫。でも、ジギはイケメンにする気だっただろ。危な。完全にガオランと海の人の戦いじゃん。今のはフラッシュガオランと海の人で戦いましたっけ。このリーシン可愛いですね。ミートゲンゴロウさんで、あ、海の人でカルヨシナリか。戦いましたね。キング相手を油断さすのがミーズピックの強み。あ、こうじゃない方がいいな。こうのがいいですね。強い。三刀流は強いと決まってますからね。って思ってるな。思ってるな。そこで確定してるんですね。王権きますよ。名前にキング入ってです。弱いわけないからね。トップレーン大丈夫かな。へえ。あー、リスター大丈夫かな。
止まってましたけど、一応英作だからいいですよ。潜在能力あるからね。あ、そうだね、あのリーシン9飛んできてそのコメントめちゃめちゃ遅くない、うん、30秒以上前のコメントだよね。スマートフォンから見てますか。キリコの方が強いから剣一本売れ、タワー下でフック使うと結構削れるぞ。めちゃくちゃラジオやつおってくさ。渋谷の金庫最強じゃん。一人だけを打つべき順。オッケーオッケー、これであの半分は削れましたね。相手イグナイト使ったかな、覚えてないですよね。きっちり突っ込めるな。どんな訓練積んだんだ。なんか色悪くない。ガキの頃から拷問受けてましたからね。フック使えばよかったのに。その肘肩キャラ強そうですね。スマホから見てるぞハリーシ。お前はい、出してません。なんかお前も脳器は黒くない。かつてたけん急にすごい時になってない。人類で最初にキノコを食べた人を尊敬して。これダウリュー使う、ウルト使うタイミングはだったのを見てただけです。おっきな感じました。4人です。女子先生でしたから男性ランコ柔らかのうち。今のオッケーオッケーはライアーゲームのあいつの真似。危なかった。笑いたいけど連投とか長い。今のは多分勝てないと思う。何かない日常がウルトラからね。はいいですね。ただ勝つ方法はある。キチュックでもラストこうする。もうこうしたら勝ち。絶対来てくれる。今のいる、うん、もしかしてお前の脳器黒ギャル。ザッコウルト使ってもいいの。脳器ラスについて解説して。いいですよ。マスターいいならな。イグナイト上がるし、いけるいける。そうですね、上がりましたね。結局味方やん。俺初めて食べた人間だけど腹減ったから適当に食っただけだよ。ならウルト温存した方が良かったことない。手羽筋口の変化大一本眼は最強。リズムを刻め。ギギウルトに頼るなアピですね。グッス、いつもピンチだな。今ので何か文句言われるのはおかしいですよね。トロキンとかありえないからな。そうですね、これレベル5だからいけるな、相手が。ドイキック失敗しちゃった。今のは許して。あー、うんぽこピーだったな。ちょっとそれはもったいないですね。相手ウルト覚えてますからね。もったいなかったですよね。一回当てましたよ、さっきあの仕掛けたときにね。僕一回でもうんちょこぴーとか言いました。僕なんかすごい長いんだよね。違いますよ。ビラメキーの好きでした。僕ハンニャ好きですからね。俺の A 自身には耐えたのに突然隆起した壁に巻き込まれてぶっ壊れたんだけど。これジョジョリの世界にしますね。ゲームは3時間が限界ですか。ルイズ・フランソワーズ・ル・グランド・ラグアリエール。あ、その名前なんだ。なんかラノメキャラって長い名前だね。ハンニャ面白いけどな。IQ ありますよね。あ、そうなんだ。いい感じですね。あれはつまんない。うん。そうやって勝つのか。こんなのやめて。仏壇ズンズンズンゲームやれ。逃げたび欲しい感じある。これされると逃げられちゃうんですよね。どうしても。僕まで越されたんだよな。へえ、そうなんだ。そういうとこ節操があるとちょっとあれにかかってきますよね。でお前の、じゃあ何が面白いの。半夜なんで消えたの。欲しいね。今消えた理由言ってたってコメントがね。ガキに無双されたわよね。川島の方か。あれ、これもうタロンレイン勝てなくね。まあそうですね、タロンタロン勝てないね。ただこれでリーシンがカバーくるからね。半夜の骨の方式注意ですね。いやお前いい感じですね。しくじり先生出てましたね。
あ、出てたんだ。36秒でいけないとか言えませんよ。その犯人やってもあれじゃないですか。それ鬼は番衆の犯人じゃない、それは。犯人でも金田でもそれでもない方って芸人の方じゃないからね。腕伸びるやつね、それは。それが怖いですね。その点属性は名前が簡潔でいい。糸目は正家だもの。川島じゃなくて大物ぐらいの金田スエッチの方だよ。農地のアスキーや。あ、そっちの方なんだ。のとつくのがあるけど、よく違うんですか。わかんない。強いと思うんですけど、俺でこっちの方行ったふりして殺そうかな。相手帰るかな。帰るっぽいですね。こんだけ立てるからでもウルト上がってるかな。マジか、 W 使わせちゃった。もったいなかったですね。今のもったいなかったですね。ちょっともったいなかったですね。一応ビングは出したけど揺れなかったんじゃないかな。多分そこまで待っちゃうと、そう、相手もウルト上がるかなと思って行っちゃった。結構長いですもんね。そうだね、イグナイトあると予想外にダメージ出るから殺せるんだけど、これだと多分無理かな、殺しきるのはね。のしのし歩くのほんとかわいい。だからなんだよ、タロンってすぐウルト上がるんか。結構長い、短いですよね。65とかそんぐらいだっけ。えげつねえやつだな、それは。そりゃ握手だろ、イエロか。タロンウルトなかったら弱いからな。思ったけど、右下の仲間アイコンネック。あれ、タロンどっから行った。の丸142点、君君は人並み最初を流れに出られた。まあまあ、これで返すからね。こういうところで見せていくからね。今のでジャックスなの。今のジャックスなのかな。僕のにしてもらえないかな。あ、これ大丈夫かな。タイマーかけると思うけど。トペロか。ここいるですよ。三つ子。間三つ子って。ナイス。わかんない。シカ君欲張りでしたね、今のは。欲張っちゃいましたね。なんて言っちゃったんだろうな。もったいないですね。一応レーン走る前に使ってましたよ。もったいなかったですね。惜しいですね。グロ注意、グロ注意ってなっちゃいますね。ソロは無理だと思うよ。あ、行かれましたね、ドラゴン。寄った方がいいな。一応 A 進んでますからね。どんまい。ノーチュアさんいないと思うよ。そういうタイプじゃないからね。俺自体が潜水器具だから多分だけど。そうですね。牛よりオッソって思ってるよ。
アリスさっきから対応悪くないですか？今ので僕抑えて言われるんだ。そろそろソロバロンの時は来ないかな。いい感じですね。それ美味しいですよね。育てば強いからね。かなりね。よし、これで55ゴールド待とうかな。あそこいいキャラしてましたよね。お前つまんねえやつだなって言われてましたけど。どうまい？芝生が行くか行かないかですね。ま、大丈夫かな。ウルドないから死んじゃうかな。一応やろうか。だからなんでこれで行くんだろうな。だからなんで、なんでみんな行くんだろうな。あーもったいないな。それはやられちゃった。もったいないですね。死なないと思ったかもしれないね。あ、これ多めでいいんだ。そうだね、15秒間ぐらい止まってる計算で多分動いてましたよね。それ立ち向かっていってドラゴン倒せる剣作ったら干されましたからね。ベーセークの話ね。それはドラゴン殺しね。ドラゴン殺しちゃったかな。ガッツが持ってるでかい刀ですよ。僕はしない。オスなんじゃないのかな。そうですね。割れはしないか。これいこうか。へえ、そうなんだ。魚そういう風なんだ。野獣先輩生存確認してます。なんか動画上がってましたね。信用してないけど。マスキーアートのモーションめっちゃ力入ってる。かっこいいですよね。昨日から麻雀してる若造が数人客用客用品に叩こうって一向に出たんだが、こいつを書くか。ジャムってまだ言ってるの。アップな。パッシブ発動すると無理ですね。ナイス、かっこいい。もうこれ本当にレッツドゥーディスでしたね。やってやろうぜって感じありましたね。助かった。もうこれは行くしかないよ。こんなピング鳴らされたらね、うん、僕は行きますよ。あ、しちゃった。感じましたね。あ、出回しは通して争うな。3人いるからいけるかな、多分。ナイス。いいシーンがどう逃げるかだね。うまく逃げるね。いけるか。あー、美味しい。うまいですね。いい試合してる。まだリーシーン居座ってるんだったら行こうかな。さすがに居座らないか。割り切っちゃおうか。楽しいですよ。
本来楽しむゲームだからね。とりあえず多めに行こうかな。いや、サンファイアでいいか。ビリビリ剣はいかない。まあ、そうですね。メイブルストーリーとかに比べると分かりにくいよね。コメント読んでます。ヘラルド言ってください。読んでるけど、言っても倒せないから言ってないんですよ。一人ではね。すぐソロで行かそうとするからな。いや、やればいい、それは。いるよ。ギャーレンいますね。惜しい。タロン見えないから来るんじゃないかな。そろそろね。してますよ。スカイリム持ってますよ。ギギ。アランばっかしてると弱くなっちゃうよね。それはあれね、列海王が地震で挟まれたりするよね。ビスケットオリバーのイテムもありますからね。ほとんど使ってないかな。そう、見た通りスキンはカスタムスキンだからね。お金かかんないからね。今当たったら僕死んでましたね。当たんなくてよかった、今のは。もう延期どころかもう開発中止なのかな。もうあれですよね、ロル勢っていう、このネット世界の中で一番敵に回しちゃいけない、頭おかしい連中を敵に回すようなアプリ作られちゃうのも終わりだからね。そこですよね、一番の基地ゲードも相手にしちゃいましたからね。メイプルはそんなもんですよ。ガレンここで9で入ってこられることは相当ビビってるかな。プロか。待てですよ。入っちゃった。最悪。行っちゃった。行けると思ったけど無理でしたね、うん、仲間があと4人ぐらいいると思ってた僕は。全然無理だった。乗せられちゃいましたね。今のはもったいなかった。一応防具は積んでるけど足りませんね。ゲット AR。これ言えば伝わるかな。相手オール AD だからね。ありがとうございます。これアイスボーンガントレットでもよかったのかな。今思えばフェイカーね、うん、一文字違うだけで変なことになっちゃうからね。ファッカーじゃないですよ。フェイカーね。あ、今強いんだ。あれだよね、北斗の拳のザコが来てみたいなやつだよね。素材ね。今日誰か死ぬね。あ、今ので僕取っちゃうんだ、ごめんなさいね。なんかノイズ入ったけど、パソコンが悪いんかな。服は刺さったのですが、どうすればいいですか。野獣の音程聞きました。みんな KS っていうの好きだよね。KS かな、今の、そんなに。行かない方がいいかな、行くか、仕掛ければ。僕は死んでもいい、これで。やっぱ死にたくない。オッケー、いい感じ。いい感じですね。 GG までは無理かな。わかりました。アシストを奪うなって言うけどさ、アシストが多い分お金が減るわけでもないんだからいいんじゃないですか。すぐそうやって言うからな。アシストぐらいは僕もらってもいいと思うけど、
やっぱ AD ですね、早いから。エンドまでは無理ですね。あ、降参された。ギーギー言いました今でこそもう GG って分かる人います。あのしめじさんっていう僕の好きな配信者がいたんだけど、その人があの小学生みたいな人たちがコメントするときにすぐ GG って言うなっていうやつで、うん、その言い方をバカにしたときのやつね、それはでしめじさん本人は放送上で多分10回も言ってないからね、ただ僕が使ってるだけ。よし、仲間強かったですね。今日キャリーしかしてないな。いつまで GG じゃなくて DD な。GG ぐらいの発音だろ。GG とかそのぐらいでした、確かね。そんな感じでしたよね。懐かしいですね。今回は僕ダメージ出しましたよ。猿の方じゃないからね。今でも確かやってますよ。サモナーネームは言わないけどやってますよ。変更してやってますね、ロールも。ほぼ毎日ロールしてますよ。しめじのテイモのモノマネのモノマネして、エンディってなんであんな急にハゲたの？けがれの連鎖？腹立つ言い方だと思ったらしめじか納得。うんち今日も食べてみたけどまだ酸っぱくてないさ。それ体の調子悪いんじゃないかな。からやめて。ドッキリテクスチャーか？そんなダメ出てたか？耳上の写真出てませんけどダメージはね。どれぐらい出ました？そんな気にしないで。放送してないだけだからね。なんだこのポッピー。トフよりダメージ出た？ミッドレーンやったから。そろそろハリー氏もしめじみたいに女関係で引退しそう。ない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 、絶対ありませんよ。それは絶対にありませんね。母ちゃんの女の子とロールしたいです。募集してくればいいんじゃないかな。ありそうでなさそう。ジャングルやってくれませんか。サポート。もう僕負けてもいいよね、今日。今日も負けてもいい？ちゃんと見てる？しめじ何した？どこでもいいじゃないか。トーマスが、事故は起こるものさ。今日負けてもいいよね。負けてもいいやつやりたいから、サポートと、サポート、ADC でいいかな。なんで負けたぐらいで僕家回されるんだろうな。これあの、この試合で、うん、ハリー氏勝ったら3000万とかでかけてんのかな。サッカーくじみたいにね。怖いですね。ケイン持ってませんよ。ほう、濃口醤油ですか。死ぬわあいつですね。薄口だわあいつですね。面白いですよね、あれね。へえ、そうなんだ。急激に冷やすんだけど、相当冷やすんだよね。頑張りますよ。いいですね。リスナーカスタムマッチまだ70万、うん、それはしないから臭いからね。かけてるんだと思う。ディオぐらいはするけど、塩分高いってマジ。そこまではしないかな。醤油だこれ。4メートルの円見せてやろうぜ。薄口の方が塩分濃度高くて飲むとかなりきついぞ。あ、そうなんだ。濃い口の方が薄いわけじゃないんだ。イラオイミの彼氏がいるんだよね。ウォーサンダーね。サンダーボーズではない。おいガッキー可愛いぞ。ジョジョ南部が一番好きですか。ジョジョ南部が一番好きですか。僕は全部かな。見てないけど僕 DVD ありますからね。あーやばい。僕がラテルのホームページはあのお気に入り登録したことがバレちゃいましたね、今の。ごめんなさいね。